鍋の端から端まで走ってきたけど、ぬいぐるみは見当たらなかったさ。泥棒ってのも考えにくいよな。あたしらの荷物は無事だったし、何よりあれだけの数のぬいぐるみを盗むのは目立ちすぎる。ぬいぐるみが自分から動き出してどっか行っちまったって方がまだありえそうだぜ。自分から、みんなうちのこと嫌いになってしもたんやろうか。まこと、ごめん姫さん、そういうつもりじゃなかったんだ。そもそもあれだけ大切にされてたのに、ぬいぐるみたちが嫌いになるわけねえだろ。いや、変よ。自分たちで出て行ったならきっと戻ってきてくれはりますって。それよりお昼にしましょう。せっかくの休暇なんやから、のんびりせなあかんよ。魔法姫さん、王子はん、でも、あ、そういえば泳いでるとき近くに漁村が見えたさ。そこになら手がかりがあるかもね。霞ならこういうときまずは聞き込みからだって言うんだろうな。まこと、香里は、ええんですの？ありがとう、ありがとうな、みんな。気にすんなって。そうと決まればまずは腹ごしらえだ。サンドイッチとか手づかみで食えるし、とにかく腹に入れとこうぜ。そういえばお腹ペコペコだったよ。お腹いっぱいになったら調査の開始さ。へえ、こんなところに漁村があったんだな。なんだか賑やかだね。お祭りでもやってるのかな。踊りなら任せるさ。お祭りにしては耳がひりつきますな。嫌な感じがします。あの男に聞いてみようぜ。なあ、あんたちょっといいか。なんだ人か。脅かさないでくれよ。なんだよ、いきなりビビりやがって。そんなに怖いか私。まことは怖くないよ、元気を出すさ。いきなり話しかけてごめんやで。なんや、村が騒がしいみたいやけど、なんかありました？買ってたんだよ。あ？あ、なんだって？マジムンが出たんだよ。マジムン？聞いたことのない名前やね。なんかの動物やろか。違うさ。知ってるよ。こんなところで故郷の言葉を聞くとは思わなかったさ。香里はんの故郷の言葉なんやね。確かに変わった響きやわ。姫さんも大概だけどな。で、そのマジムンってどういう意味なんだ？マジムンは私の故郷では悪霊、妖怪を指す言葉だね。へえ、知ってる奴がいるなんて偶然だな。この漁村はもともと遠い海の向こうにある国から移住してきた人たちが作ったんだ。マジムンってのはそこで伝わってた言葉らしいんだが。それはきっと私の故郷だね。故郷の話が聞けるなんてなんだか嬉しいさ。嬉しくないだろ。ああ、悪霊や妖怪だぞ。ってことはつまり、
そうさ、さっきマジムンが出て村人が何人かやられちまった。やられちまったってどういうことだよ。マジムンは魂を奪うって言われてるわけさ。言い伝えはいろいろあるけど、股の下をくぐられると魂を奪われるっていうのが有名でさ。魂を。本当に命を奪われたわけじゃないが、マジムンに襲われたやつは無気力になって動けなくなっちまうんだ。実際襲われたやつらはみんな寝たきり状態さ。確かにそれは魂が奪われてるみたいやね。ん？マコト、どうしたさ？急に内股になってるよ。いつもみたいに大股で歩くさ。何のことだ？私はいつもこんな感じだぜ。私だって女の子だしな。そんなわけねえだろ。そんな言い伝えでビビる私じゃねえよ。とにかく私は怖がってねえからな。ん？何やってんだお前、体をかがめて。なんで私の方に。なるほど、肩車をすれば股の下はくぐられないね。君は頭がいいさ。ええー、なあ、まことはん。王子はん、次はうちも頼んでええやろか。いやいやいや、そういう問題じゃねえから。さっさと下ろせ、足で締めるぞ。にぎやかだなあんたら。こっちも少し落ち着いてきたよ。心の支えになったんやったらよかったどす。うちのギルドは仲がええのが自慢やからな。それでずいぶん脱線してしもたけど、そのマジムーンいうんはどんな姿をしてはりますの？うちらも今ちょっと大事な用があるんやけど、ガオンとして困ってる人は見過ごせへんからな。教えといてもらえるやろか。ああ、俺もさっき偶然ふわふわと浮かんでるところを見たんだが、あれはどう見てもぬいぐるみの姿をしていたよ。